皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説トワイライトプリンセス HD パート58やっていきましょう。今回も前回に引き続き覚醒炎翼竜ナルドブレア戦やっていければと思います。ナルドブレアってちょっと言いづらいよねと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で、前回で第一形態には勝利しておりますので、今回は第二形態戦、多分空中のあの植物を使うんだと思います。はい、あそこまでフックショットで行きまして、こっからどうすればいいんだ、来るかな。そう、前回は尻尾に引っ掛けてアイアンブーツだったんですけども、お、来ましたね。尻尾のところまではちょっと待って、届かなくねえか、これ届く、尻尾ちょっと待って、待って、一旦移動か、これ、落ちちゃった、もうリンクアイアンブーツ履いたって落下ダメージは受けるよ。え、これどうすればいいんだろう。上まで行ったらさ、とりあえずくるくる回るのか、あいつがどういう攻撃をしてくるのかもあんまり分かっていないんですが、はい、ここ引っ掛けて直接はやっぱ無理なんだよな。待って、何してくるの。はい、ここで、うわー、なんか音聞こえるよ。え、あ、なるほど、その火炎放射みたいなのを撃ってくるんだ。ってことはその火炎放射を利用して、いや、でも利用するも何もなくないか。まあ、とりあえず上の植物に、はい、引っ掛けます。ここまではいいんだな。で、裏を取るのか、こうして、こうして、あ、裏を取るのかも。ギリギリこっちの方が早くない、あいつの旋回よりも。はい、こう来て、こう来て、後ろ回れるか。いや、どれくらいずっと火を吹いてくれているかによりますけど、なんか徐々に距離は縮まってるような。あ、なるほど、これ吹き終わったら一回休むから、あいつがこれ休んでるうちに、はい、背中のところロックオンしてオッケーで切るんだな。よーし、いけいけいけ、弱点をマスターソードで攻撃していく。これでなんとか、はい、1ダメージではあるのかな。うわー、びっくりした。さらに攻撃入れられる、あ、もう無理か。あー、なるほどなるほど、上に乗らないと攻撃は入らない。前のあの水中のあのよくわかんない気持ち悪い生物と戦った時と一緒ですよね。前回も言いましたが、敵は全員ね、覚醒なんとかかんとかっていう名前なんですよ。ってことは限りの鏡でなんか本来のね、あの生態とは違うくなってるってことなのかな。限りの鏡で覚醒してるんだったら、ちょっと助けてあげたいところではありますよね。はい、ちゃんと火が収まってから上に登っていく。で、さらにもう一丁いきますよ。今度はもう、じゃあアイアンブーツとかは使わないんですね。上で待機して炎を吹いてきたら後ろ側回ります。よし、 OK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 。 これどっち回りしてくる、吹くか、あら、フェイントだったような気もしましたが、はい、なんとかなりました。で、これちゃんとさ、連打しちゃダメだ。 Y ボタン連打すると、あー、危ねえ、今当たってたぞ、大丈夫か、うわー、当たってねえか。あの連打するとさ、あのフックショットが連続でジャジャジャってなっちゃって進めないので、はい、しっかり1回1回打っていく。そしたらここで、はい、背中と、ちょっと待って、リンク、背中を取れ、いけるいける、オーケー、ナイス、間に合った。で、さらにマスターソードで切っていく。だいたいこういうのは3発ですので、次で終わりかとは思いますけども、はい、下まで一緒に落ちる分にはまさかの大丈夫。じゃあもう上行くよ、私。ごめんなさいね、近くで羽ばたいておりますが、ちょ、微妙に真ん中で上が届いてないわ。フックショットがね、なんか思ってるよりも範囲が狭かったりするんですよ。ちょっとステージ自体が広すぎて遠近感覚がなくなっている MK さんでございますけども、これ行ってないの、なんで黄色い印になってる。危なかった。っていうか、雨の中で火を吐くっていうのもようわからんけど、まあマリオが水中でもファイアボール出せるみたいな、そういう感覚なんでしょうか。と言っているうちに、はい、上までたどり着きました。もう一度炎撃ってください。まだか、来るか、炎のモーションが出てからで間に合いますからね。はい、 OK。 であんまり時間かかってると途中でリンクに火が当たっちゃうので、最短でぐるっと回っていく。ただどっちみちさ、何、終わった後のちょっと、そう、その、待って、聞いてない、あー、逆走だ、あっ、ぶーね、なんだよそのフェイント、やめてよ。一回そうやってフェイントしてくるの聞いてなかった。オデッセイのラスボスのね、最後のクッパみたいですね。あれもなんか一回尻尾で攻撃してからさ、最後一回フェイント挟んでくるじゃないですか。そんなね、マリオオデッセイの話はいいんですよ。今はゼルダの伝説でございます。はい、これでとどめまで行っちゃいましょう。リンク、ラスト、オッケー、マスターソードで切っていく。おー、かっこいい。
なんか HD 版でさらに模様が綺麗に見えるようになって気持ち悪さが増しているやつでございますが、こいつが限りの鏡を持ってるようにも見えないけどな。ああ上まで飛んでいくけれど最後に叫んで落ちていく。そのなんかとどめのなんだクリスタルみたいなのが限りの鏡だったってこと？確かにあの弱点前回の雲とかにもあったような気がしますけど、あの弱点が関連性あるんでしょうか。ということで限りの鏡出てきました。これが最後のかけらでございます。いやこれで4つ集まったぞ。ミドナちゃん、じゃあ砂漠のところ行きましょうか。早くハートのかけらを回収したいところでもありますが、やったなリンク、4つ目のかけらだ。いやこれで全部だね。これで全てが揃ったぞ。じゃあ行きましょうか、砂漠の処刑場に。いやちょっとこっからもう最終決戦ってことだよね。なあリンク、賢者のおっさんたちが言っていたことを覚えているか？え？なんだ？言っていたこと？陰りの鏡をなくすことができるのは影の一族が認めた長のみだっていうこと。あ、言ってましたねそんなこと。ザントは陰りの鏡をかけらにすることしかできなかった。だから奴は偽物の王なのさ。確かに本物の王っていうのはガノンドロフなのか、そういうことなのかもしれないな。リンク、鏡の間に急ごう。わかりました。所詮偽物は偽物、いくら着飾っても本物には勝てないってことを証明してやろうぜ。え、ってことはミドナちゃんが本物ってこと？なんかそういう言い回しじゃなかった？ということでハートの器ゲットすることができました。これで待って、ハートのかけらが今1つあるので、1,2,3,4 あと9個か、ハートのかけら。それでマックスっぽいね。いやーまずどうすっかな。このまま外に出てもいいか、やり残したことはないよな。まあとりあえず今は大丈夫です。このまま砂漠の処刑場に向かうと多分最終ダンジョンに行かされるんですよ。そう考えたらまだやること結構地上で残ってるじゃないですか。特にまああれだよね、あのダブルクローショットがないとできないところとかは無視してきてるから、それをまずはやってって、あとあの砂漠のところにあったさ試練があるじゃん、大妖精の、あれも行く。うわーちょっといろいろ考えなきゃいけねえな。こっから何を優先的にやるか。まあただ地上でやることをまずは終わらせたいと思いますので、ちょ待って、まず天空から出たいリンク。あれ、おばちゃん持ったままじゃね、大丈夫、おばちゃん返した？ちょ、ミニマップじゃなくてスタートボタン、あおばちゃん帰ってるね、勝手にポケットから抜け出したんでしょう。ということでよし、じゃあ天空にも用はございません、地上に戻っていきましょう。これかっこいいよね。なんか絶対誰に言ってもわかんないんだけどさ、ミリオンモンキーズのサルゲッチのミリオンモンキーズのさ、プレステ2ね、プレステ2のあのサルゲッチのミリオンモンキーズの2つガチャメカのコマンド消費すれば使えるロボットにさ、こういうのいるよねもう MK さんが小学生時代の話してるんで、誰にも伝わんないと思うんですけど、あ伝わる人だけ、ああ、あったな、そういうロボットって思ってくれたらいいです。ただ、あのロボットね、ガチャメカ2つ使えなくなるからね、あんま強くねえんだよな。ということで、はい、まずはあそこか、ダブルクローショットが必要なの。行っちゃってもいいよな、待てよ。ゴーストの、ポーか。ゴーストのカンテラもちょこちょこ使いましょう。特にあれだな、ハイリア湖で取り逃しはないみたいですが、あそこの宝箱、でっかいのもあるよ。ハートのかけらでもあると思うんだよな。あれ、ハートのかけらじゃないのかな？待てよ。まずはどうすればいいんだ？ダブルクローだから、どっかに片方をくっつけてだと思うんですけど、あれ？え？もしかして上から？か、トリトリップっていう可能性もある？え、違うよね。あれって、いけないのかな？こっち側？なんかここだけ空いてるのが気になるところではありますが。え？待てよ、これダブルフックだと思ってずっと放置してきたけどさ、もしかしてトリトリップで迎えってやつ？この上、2つ宝箱あるんだよ。で、片方乗れれば、もう片方はフックショットでいけるっぽいんだよね。ちょっと待てよ。ホークアイでよく見てみてもいいか？こっち側じゃ一旦下がりまして、ホークアイ、あんまりちょっと使いどころがないので、こういう時使ってあげましょう。はい、これで、ちょっと待てよ。ほら、フックショットのさ、あれがあるでしょ？ただ、上からっぽいよな。上？え、じゃあトリトリップじゃない？やっぱり。で、もう片方の宝箱も、ほら、あるんですよ、フックショットの印が。え？中か？これさ、
精霊のところからなんか上に抜けれるみたいなさ、そういう可能性もなきにしもあらず、一回こっち見てみようか。まあどうせポーとかはね見とかないといけないので、ここは別扱いだよね。はい、ゴーストのカンテラ、あーさすがにないか。たださ、あの奥とかって行ってないよな。ここだ、ここの上から行くっぽいぞ、やっぱり。よし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 、まずはこちらジャンプして、あーでおお、ルピー落ちてきた。なんで？なんで今突っ込んだらルピー落ちてきた？全然わかりませんが、ここ引っ掛けて上行くでしょ？で、こっからダブル、ちょっと待てよ。単純にさ、ここって行ってる？いや、その前にさすがにこっち行ってみようか。ほら、なんかダブルフックで上の方行けそうなんだよ。ちょっと待て、ちょっと待て。一番最初はどこだ？あら最初が見つかんないとあのやりようがないんですけども、この辺りから、ああれか、いや待って違うよな、さっきもあれ見たけど、もうちょっと近ければいけんのかな。ちょっとラネールさんですか、すいませんね、こんなところであのごちゃ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 遊んで。え、これいけそうじゃない？なんでいけないのこれ。え、あっちか。いや、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんだあの後は。絶対なんか意味があるよ。この辺からなんかいや、いけないんだよな。あれでも届かないでしょ？え、戻る。待て、もう分かった。じゃあ一回こっち行ってみよう。こっち行ってみて、何も特になかったら、また考えるわ。あ、あー、ここ来てるね。あー、前も MK さん来てるんだ。で、松明二つつけて、ここの宝箱をもやってるのね。だとしたら上だわ、やっぱり。上ダブルクローで、なんか跡があるの絶対怪しい。なんかあるんでしょ？なんかあるのは分かったからさ、どうやって行くのか教えてくんないか。ただここまでさ、フックショットで来させたってことはさ、こっち側なんじゃないの？なんでないの？何も。だって高いのここだよね。ちょっと降りてみるよ。で、下の宝箱も取ってる。で、さらに下とか特に繋がってるわけでもないもんな。そうだね、宝箱全部取ってるもんね。なんかここでしか釣れない魚とかいるんだろうな。いるんだろうけど、まあ今はいいや。で、あー、こっからだったら届くのかな。あー、そうかもしんない。ミドナちゃんと、あら、リンク出た。トワイライトプリンセスのリンク。トワイライトプリンセスの武器用リンクが出ました今。今 MK さんが下手なんじゃないからね。ちょっと崖の近くに行くとこいつジャンプしたがるのよ。リンクさん、あのブレワイぐらいもうちょっとあの操作しやすいリンクやって。はい、でこの辺から、はい。あー、こう行くのか。なるほどね。で、こっからダブルクローを発動。はい、上行くよどんどん。え？やっぱさ、上に抜け道があって、その表の宝箱まで行けるとしか思えなくないか？そこでしょ？はい。ここ引っ掛けて、こっからだったら周り全部見えるぞ。でもさ、向こうに抜ける道なんてないな。もしかしてそっち行けるだけ？あれ？これもしかしてさ、そっち行けるだけなんじゃないの？嘘でしょ？これでさ、でもここ反応しなくない？もうちょっと下がれば反応すんのかな？これで、はい。こう来て、あ、でもさ、あ、さっきより高いよ、ここ。あ、さっきより全然高いじゃん、場所的には。で、ここでゴール、降りる。ほら、さっきはいけなかった場所だよ、ここ。なんかあるっしょ。あー、宝箱ある。よかった、来といても、これでただ向こうに行くだけだったらね、来た意味ありませんでしたから。はい、宝箱の中からは、ハートの、ちょっと幸先悪いよ。反対側何もなかったら、来る意味なかったよ。ポーいないよね。いや、ポーもこれ、別マップ扱いですらないから、そりゃいないわな。え？あ、あるよ！まあ、これルピーだったらどうしよう。これルピーだったらマジで来た意味ない。ルピーじゃないよね。大丈夫だよね。ハートのかけらと、あ、やってるわ。あ、これ、任天堂さんがやってます。意味ないです、ここ。まあまあまあ、それ200ルピーは意味あるよ。200ルピーは意味あるけど、今の MK さんにとってルピーは意味ないんだよな。お金あるからさ、1600もあるんだよ。じゃあいいよ、ここ関係ないのね。もうなんもないわ。これゴーストのカンテラと同じようなさ、宝箱のカンテラみたいなのがあればいいのにね。設定的に意味わかんないけどね。ゴーストに反応するのはまだなんか共鳴してるみたいなことだからわかるんだけど。うわ、これじゃあトリトリップだな。多分トリトリップで近くまで行って、その後フックショットで降りるんだ。そういうタイプだ。オッケー、わかりました。じゃあトリトリップでそこを着地するね。
行きましょう。うわ、ただうまく着地できるか、そんなところ。もうやるしかないもんな。ダブルフックショット手に入れたんだったら、こっからもういろいろ攻めるしかありませんから。ということで、はい、大砲のおっちゃん、今日も京都で飛ばしてくださいな。あなたが直してくれたおかげで天空は攻略できましたからね。はい、この辺もゴーストの勘てら何も反応しない。へへ、毎度どう一発言っとく。修理以外は指名料なしで10ルピーポッキリ。やめとくなら B でよろしく。まあそうだな、オアシスコースは砂漠行きなんで、はい、普通にトリトリップコースでよろしくお願いします。トリトリップがね、多分こっからじゃないといけないんだよね。あ、飛ばしますよ毎回おばちゃんのあのね、くるくる回す演出が長いんで。いや、そっち側からでも一応入れるは入れるんだけど、トリトリップはできないんじゃないかな。そっち側から入ればいけんのかな、わからん。ということで、はい、来ましたよ、久しぶり。はい、ようこそ落下お兄さんのトリトリップへ。夢いっぱい、ボーナスいっぱい、コッコと一緒に入りやこで空の旅楽しいよ。今日は大きいお友達一人かな。じゃあ宝島行きチケット一人分20ルピーくれるかな。もうしょうがない、あげるよ。はい、どうもありがとう。じゃあ好きな色のコッコに捕まって宝島目指して飛んでごらんと。まあ宝島はね、 MK さんは目指しません。で、毎回この茶色いコッコでやってるんで、ちょ、今回も茶色いコッコ捕まえさせてくれ。あんたが強いかどうかは分からんが、なんか私のお気に入りなんだ。多分ね、関係ないんすよどのコッコでもあの時のオカリナのレースとかと違うから。で、待て、落ち着け。 MK さんが行きたいのはラネールの、待って、あるかも、フックショットの場所。とりあえず行くぞ。待って、フックショットの場所あるかも。あるな、あそこ。たださ、着地自体はできねえんじゃねえのか。いや、これ、いや、どうなって、いや、もう行くしかねえから、行くしかねえからやるぞ。どっちが着地しやすい？待て、奥の方がなんか、うまく着地できそうじゃねえか。手前か？いや、これカメラがね、動かせないんですよ、下方向に。なんとなく、いや、これでもトリトリップ専用臭いけどね。ちょ、待て。いける。いける、リンク。このまま、はい、うますぎ！来た。待て、多分ね、これトリトリップじゃないと来れないんだわ。で、ダブルフックが、うおー。待てよ。これダブルフックがあれば、向こうも行けるってだけで、多分初動はトリトリップじゃないと来れない。だから今のが正解。で、はい、こちら降ります。リンク落ち着け。ちゃんと着地しろ。ナイス。で、これハートのかけらじゃなかったら泣いちゃうもん、MK さん。もう、いいよ、お金は。お金いらないんだよ。ちなみにこれ無理だったよね。一回試していいか。こっからじゃさ、上行けないよね。あ、いけないわ、やっぱり。これ多分ね、今のやり方じゃないと無理だったよ。ほら。あ、じゃあトリトリップ正解。まあ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 、それはありがたいけどね。そしたら、一回城下町に戻りましょうか。そう、城下町の近くでさ、MK さん、一箇所ダブルクローショットないとできないところ分かってるんで、ちょっとそこに行かせてください。ということで、ハイラル城下町ワープ。いや、また、あとさ、城下町の中で、ミニゲームがあるんですよ。ダブルクローショットがないとできないね。それ先にやるか。そう、矢筒がね、そこでもらえるんですよ。私やってないんだよね、そこ。行きますか。よし。じゃあ、一回これ、はい、ウルフリンク解除して、ここじゃないんだよな。外だから正面か。噴水があるところの近く。おぉ、びっくりした。リンクさんいますか。はい。ちょっと黄昏の光に当てられて若干かっこいいポストマンでございますが、お手紙をお届けに参りました。リンクさん宛に。あ、2通も。え、なんかお手紙の宛てとかあったっけか。まあテルマさんとかイリアちゃんの可能性が高いですけども、あとはおばちゃんから最後の手紙とか来てるかな。ちょっと待てよ、一回じゃあコレクト画面に行きまして、手紙の方を見ていきましょうか。はい、新しいやつはどれだ。あ、レッツチャレンジ来た。団長、レディース&ジェントルメン、ハイラル全土を熱狂の渦に巻き込んだあのスターゲームが城下に登場。一度クリアした君もさらなる高みに挑戦しよう。城下町西通りのテントで待ってるぜ、チェケラー。ということで、そう、これです。今から私が行くやつは。で、もう一つが、お、ボクちゃん。兄たんすごい。何？息子がお兄ちゃん宛てに手紙を書きたいと言って頑張って書きました。お兄ちゃんには地上でも天空でも本当にお世話になりました。天空のみんなもとても感謝しています。また天空にも遊びに来てくださいね。お元気で。ということで、あー、おばちゃんか。すごい。なんか息子さんも手紙が書ける年齢になったんですね。ということで、じゃあまあ思い出に浸るのはこれくらいにして、城下町の中スターゲームからやっていきましょうか。夜じゃないとできないとかはなかったはずですけども、
まあ夕方だから夜か。夜だったらポーを探しに行きたい気持ちもありますけど、まあぐっとこらえてまずはスターゲームと行きましょう。いや、なんとなく覚えてるんだけど、ちょっとむずかった記憶あんだよな。あのダブルクローショットがないとね、確か最大の矢筒がゲットできないみたいな流れだったような気がしますが、まずは入り口どこですか？あら？こっち？こっちの、え？待て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 、一回こう来て、なんかアゲハちゃんのところからぐるっと回ったあたりにテントがあったような気がするな。いまだに MK さん、この城下町のあのね、場所がいまいちよく分かってないんで、皆さんご了承ください。確かこっちだよな。だから中央広場からは行けなくて、さっきのあのハートのかけらが降ってきた1000ルピーぼったくってた人の前から行けば早かったのかも。ここだよね、スターゲームで。おー、びっくりした、火ついた。これが夜判定ってこと？ハイラル全土が熱狂したあのスターゲームがついに登場。君もスターを目指してみないか？スターっていうのがカタカナのアなのがちょっと気になるところでございますが、なんか犬ちゃんもついてきてた今。犬は入っちゃダメだよ、ここ。うわ、黒い。え、なんでこんな黒いの？黒いってか暗いの？あ、誰かいる。こんにちは。怪しすぎるでしょ、あなた。真っ暗なところから。誰かリンクのこと見てるよ。後ろ？あ、びっくりした。なんでこんな怖いんだよ。なに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 ？え？やーボーイ、ドリームとホープのキングダムへウェルカム。え？何ですか、あなた。ここはサーカスのスター気分を体験しながら素敵グッズをゲットできるスターゲームを楽しんでもらうところさ。ルールは簡単。素早く時間内に全てのたまたまちゃんを集めれば OK。 あ、だからスターアなんだ。素早く時間内に全てのたまたまちゃんを集めれば OK。 頭文字でスターゲームね。くく、我ながらナイスなネーミング。さあさあ、そんなところで照れてないで、1回10ルピーでチャレンジしないか？お金だったらいくらでもありますよ。サンキューボーイ、檻に入ると同時にスタートだからな。せいぜい頑張ってくれ。くくく、何？なんでそんな怪しそうな口ぶりなの？じゃあ早速行くぜ。 Here we go ということで、え、待って待って待って、全然わかってないよ。全然分かってないけど、登る、たまたまちゃんを集める。これ？これ集めるんだよね。はい、ダブルクローで、お、いいですよ。これジャンプよりも、これ使った方が早いのかな？どうなんだろう。はい、こうして、行く行く、まだ行くよ。あ、これ向こう側行った方がいいな。はい、これで、オッケーオッケーオッケー。たまたまちゃんだいぶ集めました。はい、で、そこでもう、はい、引っ掛けて、やっぱこれダブルクローないと相当きついな。はい、オッケー。全部集めた？どうだ今の。え、バカな。いやグレイト、こりゃ飛んだスターのお出ましだ。そんなスターにはこいつをプレゼントだ。はい、来ました。大きな矢盾を手に入れた。矢を最高で60本まで入れられるようになった。あ、これマックス最大の矢盾があるんじゃないの？違うか。てんてんてん。よし、次回はボーイのために特別ステージを用意しよう。必ず挑戦してくれ、チェケラ。これもう一段階だな。チー、覚えてろよ。なんかちょっと怪しげな雰囲気出すのやめて。別に正々堂々商売すれば。特別ステージは用意までしばらくかかるから、次の機会に挑戦してくれ。男の約束忘れんなよ。ドーフォンゲッチュー。ということで、うん、踏んだくってやるぜ。10ルピーしか渡してないから、踏んだくるも何もないけどね。ということで、まあ出入りすれば、多分、もう一度挑戦できることでしょう。びっくりした。キャー出た。あ、なになに、ちょっと出待ちですか？いやー、ちょっとモテちゃってしょうがないね。こんにちは。キャー、喋った。喋るよ、そりゃ。え？それだけ？あ、ハートだ！やった！女の子、あ、キャー、待ってよ！どこ行くの？え？この後一緒にお茶でも、どうですか？私は3人相手でも全然いいんだよ。え？どこ行くの？ちょ、お姉ちゃんたち？スターゲームのヒーローが、おい、なんだよ、こいつら。え？冷やかしか？なんだ、もう一回戻ってみよう。冷やかしだったら勘弁なんですけど。え、私のこと好きなんじゃないの？そういう感じに見えたけどね。もう一回いるかな。さっきハートくれたけど。あ、いる。こんにちは。キャー、喋った。何？なんか喋るだけで。あ、またハートくれた。どういうこと？どういうことなの？ねえ、この後一緒にお茶でもって言ってるじゃん。ねえ、ちょっと？いいよ、もう、じゃあ。もう一回スターゲームで記録残せばね、今度こそ、一緒にデートできるかもしれませんから。いや、でも3対1のデートか。
ちょっとモテちゃう男はあれだね、困るね。いやどうしようね、誰が一番って言われたらみんな好きなんだけどね。おいえ待ってたぜボーイ。ボーイのために作ったスターゲーム特別ステージは1回15ルピーだ。踏んだくるね。チャレンジするかい？もちろんしますよ。サンキューボーイ、檻に入ると同時にスタートだからな。せいぜい頑張ってくれ。クククじゃあ行くぜ。 Here we go。 何なんだろうこいつもこいつで。うわ下がトゲになってる。おいなんだこれ、ちょとんでもねえステージ用意してくれたな。落ちたらアウトね。オッケー頑張りましょう。はい、これでなんとかたまたまちゃんを集めてく。いやこれ結構でもしんどいな。場所をどうやって行けばいいかがわかんねえから、ちょ待て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 、うわ結構しんどい。結構これ色ごとにさやるべきなんか。あーキャーと黄色い歓声が、ちょ黄色い歓声、おー黄色い歓声がすごい。いいぞリンクさん、このままお金も矢立ても女の子も全部ゲットしましょう。はい、でうわこれ取れてねえの、なんでこれ取れてねえの。ちょ待って待って待って、あ取れてねえか。落ち着け落ち着け落ち着け、まだなんとかなるな。よし、あ今のも取れてねえか。落ち着け落ち着け、こう来て、はい取れる。あと45秒あるでしょ、言うても45秒で全部取ればいいのな。いやいけるか。はい、ここで1つで反対側で2つ、残り何個か書いてほしいな。これできれば残り何個かが分かんねえとさ結構きつい。あと色がさ結構一直線状になってるっぽい、だから色を意識しながらダブルクローで突き進めばなんとかなるんかも。これで赤でしょ、で待て待て待て、いや一回こっちだな。はい、一回ここで赤ゲットして、あいつ見てんな。あと白ね、はい白のところに到着。あーこれちょっと黄色直線取った方がいいね。で落ち着け、あと10秒、嘘でしょ、ちょ待て、やばいやばいやばい、あと10秒はやばい、あと10秒はやばい、ちょ待て待て待て、あいけないその黄色、ちょ落ち着け、あと2秒、くっそ、うーわ全部取れそうだった。あー惜しい、はは残念だったねボーイ。どうだいスーパースターへの道は険しいだろう。なんだいその目、リベンジするなら15ルピーだぜ。リベンジするしかないよな。女の子たちも待ってる、行きましょうかリンク。サンキューボーイ、檻に入ると同時にスタートだからな、せいぜい頑張ってくれ。これさ色を多少意識した方がいいんだと思う。ほら女の子たちが見てるよリンク。1分30秒ね、色を意識して取っていきましょう。はいまずは白ね、でこの反対側のこの白のところを、はいこうやって取ってく。で赤取ったら、はい赤を取ってく、そういうことなんだこれ。でうわちょっと微妙だけど、はい黄色のところ一直線で取っていく。で今度はここだな、こうやって直線でどれぐらい取れるかっていうのが大事になってくるんだわ。でオッケーオッケーオッケー、これもはい赤のところめがけて打っていく。でこっからさらに、うわ一回上かこれ、一回上行って、で、はい、黄色引っ掛ける。いいぞ！さっきよりだいぶいいでしょ。はい、で、こう来て、一回さ、真上行かないといけないのね。これも行こう。じゃあ、はい。で、ここで下降りて、はい、黄色全部取ります。そしたら、はい、赤のところ、さっきよりだいぶいいぞ！ちょっと、めちゃくちゃいいリンク。うわーで、ちょっと赤のために一回、もう一回上行く。で、うわーこれ青か。はい、青のとこ行って、OK、黄色も取れた。で、青一直線取ります。で、一旦それ行くしかないね。残り30秒ね。落ち着け。いけるいける。リンク全然いけるよ。で、青のとこからそれ白直線でいけねえか。あー、ちょっと厳しいか？これ全部取れれば。取れてないよね、全部は。落ち着け、落ち着け、落ち着け。はい、ここ取って、あと一箇所じゃない？待って、マジで落ち着け。いけるから、リンク。そこだけ。はい、これで、白取って完璧！リンクさん、まさかこのステージまで、おいえ、こりゃ飛んだスーパースターのお出ましだ。そんなスーパースターにはこいつをプレゼントだ。うわ来た、最大の矢立てを手に入れた。矢を最高で100本まで入れられるようになった。びっくりしすぎてカミカミ、100本なんだ最大、ありがとう。コングラチュレーションズ、取るもん取ったしここにもう用はないよね。じゃあお疲れ様。もうなんだお前感じ悪いな、もう来るなよ。もう来ねえよこんなとこ。女の子たち、女の子たちのとこに行きたいのに行けない。壁が、観客席と壁が作られてる。まあ外出たらまたキャーと出迎えてくれることでしょう。はい、スーパースターのお出ましだぞ。あれあれ。反応薄くね。キャー喋った、喋っただけで毎回すごい、喋ったかどうかじゃなくて、競技を見て、それリンクのこと、好きなんじゃないの？ねえ、スーパースターだよ。スーパースターになったよ。ねえ、この後一緒にお茶でもさ、行きたいよね。みんな、振られたみたいです。ということで、まあいいもん。リンクにはミドナちゃんもいるし、
ゼルダだっているもんね、ということで、じゃあ今回は一旦これぐらいで終わっておきましょう。じゃあ次回はスターゲームも終わったので、まあポーを集めた後はもうあそこか、砂漠のまあ試練の方、なんとか進めていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。なんだこの子たちは。